ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、コージーをハイス。人に先を越されて遅れを取ることのたとえ。また、権力のある人に媚びへつらうことのたとえ。後人とは、人や馬車が走った後に立つ土ぼこりのこと。権力者の乗る馬車が巻き上げる土ぼこりを自分の身に浴びてでも、ありがたく受け取って拝むといった意味から、もともとは地位のある人や権力者に付き従い、媚びへつらう様子を例えた言葉になります。時は3世紀の中国。三国時代を終わらせ、精神を築いた芝園でしたが、天下統一後は女と酒に溺れて政治を顧みなくなってしまいました。いつの時代もそうですが、こうなると皇后やその親戚、いわゆる外戚が政治に介入して権力を握り、国は乱れ始めます。芝園も寿命には勝てずなくなりますが、二代目の慶帝はさらにおバカさんで知られた皇帝。皇后の河南風とその一族が権力を握り、我が物顔に振る舞っていました。ここに二人の人物が登場します。一人は、精神の建国に功績があった石宝の息子にして、大金持ちの石数。そしてもう一人は、超絶イケメンで、文才にも優れていた範覚。中国の歴史書、神女によれば、時の権力者だった河南風のお母さんこと、皇城君が外出するたびに、石数は車から降りて、彼女の車が巻き上げる土ぼこりに向かって拝んでいたそうです。また、同じように範覚も、河南風の甥の家室が乗った車が土ぼこりを巻き起こして走り去るのを見ては、君子に対する礼を惜しまなかったと言います。そんな卑屈で、権力者に対して媚びへつらう様子から、この言葉が生まれました。ちなみに、その後クーデターが起こり、河南風とその一族が失脚すると、二人ともども処刑されてしまったそうです。最後も惨めに終わるなんて悲しいわね。この言葉は英語ではこんな風に表現するよ。Play second fiddle to 〇〇の脇役を務める。コージーをハイス。今日のチェックポイント。Play 楽器などを弾く。演奏する。Fiddle フィドル。バイオリンの一種です。カントリーミュージックやジャズなど、ノリを重視するようなカジュアルな音楽で使われたりします。Second 二番目の。このフレーズを直訳すれば、第二バイオリンを弾く。つまり、二番手に甘んじるとか、脇役といった意味合いで使われる表現になります。すべてが万事うまくいくとは限らない。時には後人を排する屈辱を味わう時だってあるさ。でもそれは天下を取るための試練。受け取った塵ぼこりは後で倍にして返しちゃうからね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!